次回予告まで行こう。こっちだよ。この橋の向こうに材料を見つけたんだ。こんなところに吊り橋が、ゲームマスターが作ったのかしら。そうだろうね。この橋は変わった橋でね、最初に見つけた時は橋がかかっていなかったんだ。うん、でもね、ほら見て、橋の両岸にパチンコ台が置いてあるでしょ。始まったぜ。本当だ。なんでパチンコ台が。このパチンコ台で一定量の玉を出すと、なんと橋がかかる仕組みなんだ。なるほどね。それで僕が何回かチャレンジしてようやく橋をかけたってわけさ。うん、もう終わってんだ。すごい大掛かりな仕組みね。さあ、というわけで橋の向こうの材料を取りに行こうか。はい、うん、行こう。ええ、任せて。じゃあ行きましょう。助かるよ。じゃあ足元に注意してついてきて。ネクタイ外したら暑い、暑いじゃない。さあ、着いたよ。イカダに使えそうな木材がたくさんあるだろ。本当ね、これだけ木材があればイカダは作れそうね。こんなジャングルだったらなんかどこにでもありそうだけどね。よし、じゃあこの木材を手分けして運ぼう。僕が大きい方の木材を持つから、君たちは二人で協力して残りの木材を運んでほしい。ありがとうございます。この残っている木材を運べばいいのね。分かったわ。二人で一緒に運びましょう。はい、うん、さくらちゃん頑張りましょう。まゆちゃん持ってるかな。僕は先に行っているからね。重いけど頑張って、気をつけてね。絶対覇者上がってるよもう読めるよよいしょ。頑張れまゆちゃん。結構重いね。あ、そこから先は吊り橋だよ。危険だから足元に気をつけて。え、落ちる？まゆちゃん落ちる？うん、ありがとう、さくらちゃん。あ、やっぱ橋が上がるか。あ、どうなった？落ちた？助けて、さくらちゃん。なんか可愛いね、まゆちゃんその片手で掴めてんの？大丈夫なの？あ、まゆちゃん、あの、大丈夫？腕かけた方がいいと思うよ。パチンコしようじゃ。さくらちゃん、早く助けて。やっちまったぜくっくっくん、助けてほしければ金を出すんだな。さくらちゃん、冗談でしょ。冗談だよ。こんな状況でお金だなんて。冗談だよ。私の大好きなさくらちゃんはそんなひどいこと言うわけないよね。お前に私の何が分かってるんだ、こんな短時間で。まずいわほんの出来心で言ってみただけなのにそんなピュアな瞳で私を見つめないで。冗談に決まっているでしょ。今助けてあげる。ちょっとだけ待ってて。悠長なこと言ってんな。このパチンコ台で制限時間以内に一定量の玉を出せば橋がかかるって言っていたわね。大当たり引かなきゃないんだな。急がなきゃ。よし、始めるわよ。これは出玉バトルだから必殺技は使えません。だから妖精の幸運は使えない。自力で当てるしかない。ただ多分大当たり確率は上がってると思います。行きましょう。で、あの、余計な時間をかけたくないんで、あの、海モード、ラグーン、海モード、まあこのノーマルな海で。はい、じゃあ当たるまで飛ばします。わーお、これで当たったりしねえかな。1回転目当たんねえか。はい、じゃあ当たるまで飛ばします。あわ、ダメか。え、来た、クジラッキーが動いた。これは突角かな。そうだね、山陽一番で止まってるね。デラ海っていうんだデラックス海って。341で山陽一番。海物語は山陽物産っていう会社が発売してるんで、
3、4が1番だよってことで、3、4、1がチャンス目です。あの、確変になります、ここから。はい、終わりました。パチプロ風雲録花お得意の確変中にはまるっていうのであ、死んだか、まゆちゃん。今リタイアなかったね。あ、リタイアじゃねリトライがなかったね。失敗しちゃった、もう少しだったのに本当に悠長なこと言ってるよ。まずいわ、急がないと。お、できんの。さあ、もう一回挑戦するわよ。大丈夫かなはい、じゃあ行きましょうか。うわ、魚群、これは当たってほしいね。時間的にはだいぶ余裕ある。よし、いただきました。まあ一回当たれば大丈夫だから、あの700発なら。はい、クリア。今度は昇格したね。すごい、おめでとう。はい、ありがとうございます。よし、レベル3になったな。大丈夫か、まゆちゃん。よし、足が元通りになったわ。助かってる。あ、助かってるね。大丈夫、怪我はない。ありがとう、さくらちゃん。ああ、怪我してるわ。大丈夫？足を怪我しているじゃない。すぐに犬飼いたちのところに戻ろう。呼び捨てさあ、私の肩に捕まって歩ける。うん、ありがとう、さくらちゃん。でも、どうしてかかっていたはずの橋がいきなり外れちゃったんだろう。もうどうしてだろうね。一定時間で外れるようになってたのか、誰かがやったのか、自作自演か、どれかだね。あれ、君たちどうしたんだい。木材は持っていないようだけど。あ、落としちゃったの。誰かさんがね。木材はね、誰かさんが落っことしちゃったの。私のせいじゃないわいい顔してる。さくらちゃん、それって私のこと入っているの。当たり前だろ、お前が落としたんだよ。まあまあ、落ち着いて。どうやら橋で何かあったようだ。そうなんだよ。何があったのか聞かせてくれるかい。そっか、まさかそんな大変なことがあったなんて。そうなんだよ。感じる、感じるわ。まだあんの、災い。新たなる災いが近づいてきている。マジか。大変だったね。私だったら絶対無理って感じ。そっかそっか。それで結局手ぶらで帰ってきたのかい。てめえ殺すぞ。うるさいわね、それどころじゃなかったのよ。だけど、なんでかかっていたはずの橋がいきなり元に戻ってしまったんだろう。僕が君たちを見送った時にはパチンコ台の玉はいっぱいになっていて、確かに橋はかかっていた。言っとくけど怪しいのはお前だからな。誰かが橋の装置を操作しなければ元には戻らないはずだ。ああ、時間制限ではないってことか。誰かが操作したっていうの？でも一体誰が、何の目的で？なんだろうね。さくらちゃん、実は帰り道に私、装置のそばでこんなものを見つけたの。なんでその時に教えないんだ。これは、お菓子の袋ね。あ、あいつを犯人に仕立てあげてるな。最初に橋を渡した時には見かけなかったから、橋を操作した人が落としたのかも。お菓子の袋？分かったわ。橋を操作した人が分かったわよ。いや、絶対違うよ。分かったの、さくらちゃん。絶対違うよ。橋を操作した犯人はこの中にいるわ犯人は犬飼いだな。リーダーの犬飼い、あなたよ。僕が犯人だって？誤解だよ、そんなことやるわけないじゃないか。そうだろ、やりそうにないだろ。あなたは私たちが橋を渡った後にその場にいた唯一の人間だわ。そうだな。一
っと最初から私たちを谷底に落とすつもりで、あの橋を渡らせたのよ。うん、俺はそう思う。ちょっと待ってくれよ。なぜ僕がそんなことをする必要があるんだい。それに、もし僕が君たちを落とそうとしたなら、もっと確実にできたはずだよ。わざわざ橋を渡らせて、中途半端なタイミングで橋を操作する必要はないんじゃないかな。いや、それが一番楽な落とし方だと思うけどね。確かにその通りね。そう。じゃあ犯人は。じゃあ犯人はとか。あ、ちょっと待って、まゆちゃんはいないの？いや、ネズミたいかもしんねえな。シュウコ、あなたよ。ちょっと待ってよ。なんで私が犯人にされちゃうわけ？っていうか私橋のことも初めて知ったし、操作するなんて絶対無理って感じ。そうなの？じゃあ違うね。あなた、橋のことを今まで知らなかったの？信じるね。橋を発見した時、彼女はいなかったんだ。他の場所で材料を集めていたからね。橋の存在を知っていたのは僕と猪俣君だけだよ。何？そっか、じゃあ犯人は。ああ、じゃあもう分かったよ。鳥居、お前だ。鳥居、あなたよ。なんで私が。バカなことを言わないで。そもそも私、橋の存在を初めて知ったのよ。うん、そうだよね。え、あなた橋の存在を知らなかったの？さっきそう言ったよ。橋を発見した時、彼女がね、はい、橋の存在を知った。はいはい。そっか。え、じゃあ誰だろう。じゃあ犯人は。分かったよ。猪俣、あなたよ。あなたが橋を操作した犯人ね。間違いなくミスリードだから。言いがかりだ。なんで僕がそんなことをしなきゃならないんだ。その通りだよ。このお菓子の袋が動かぬ証拠よ。イカだ。あなたがいつも食べているものと同じでしょ。作ってほしいはずだから、そんなことしねえと思うよ。僕は絶対にそんなことしていない。確かに君たちが仲間に加わったことで僕がイカダに乗れなくならないかと怯えていた。でも人を谷底に落とすなんて絶対にしないよ。みんな信じてくれよ。どうしようかね。ああ、やっぱ犬飼いが怪しいよ。本当に君がやったのか。恐ろしい。あなた絶対に天罰が下るわよ。うそー、ちょっとびっくりなんですけど。全員僕を疑っているんだな。俺は疑ってないよ。ちくしょう、お前が僕を犯人と言ったせいだ。あ、やべえ。おい、お前、僕とパチンコ勝負しろ。いいよ。え、私パチンコ勝負ですって？脱落したらあの鳥に連れて行かれるわ。そうだね。パチンコ勝負はダメだよ。負けた方は脱落になっちゃうよ。望むところだ。僕は命がけで身の潔白を証明する。もう頑張れよ。お前と僕のどちらが正しいのか。パチンコ勝負で決着をつけようじゃないか。いいよ。それともそんな覚悟はないのかな。どうだ、パチンコ勝負するのか。まあこいつうざいから消えてくれても別にいいんだよね。する。仕方ないわね。望むところよ。パチンコ勝負しましょう。よくも危険な目に合わせてくれたわね。たっぷりお返ししてあげるから覚悟しなさい。よし、頑張ろうぜ。天使の施し。あ、いいね。ガバのガバだよ。準備はいい？勝負開始。行くよ。じゃあ何かあるところまで飛ばします。はい、なんとか勝ちました。向こうの必殺技が得点2倍にするっていう技で、もう逆転で大変でした。よかった、勝てて。危なかったわ。まさか僕が負けるなんて。お前死んだな。
1559。すごい、おめでとう。ありがとうございます。負けるなんて。私たちを危険な目に遭わせた罪は重いわよ。あなた深く反省しなさい。もう一度言う。僕は本当に何もやっていないんだ。知ってるよ。本当なんだ。お願いだから信じてく。あ、死んだ。食われるわ。この不気味な鳴き声は、あいつが近づいてくるわ。いやー、誰か助けてくれ。いや、それは無理だわ。猪俣くん、恐ろしい災いが、災いが。これで2人目の脱落者だね。その調子で頑張ってね。はーい。残念だったな、日の又。みんな、今日の作業はもう終わりにしよう。しらじらしいね。悪いけど、少しだけ一人になりたいんだ。犬飼か眉かどっちかの仕業だと思うんだ。ねえ、私も賛成よ。うん、私も同じ気持ちって感じ。ああ、さくらちゃん、なんだか嫌な雰囲気だね。まあね。みんな目を合わせようとしない。人が一人死んでんねんで。まるでさくらちゃんのせいで猪俣が脱落したとでも言いたいみたい。そう？私のせいで猪俣が。なんか眉はそっちに誘導したがってる。もちろん私はそんな風に思っていないよ。しらじらしいな。さくらちゃんは悪くない。いや、なんか眉のことは好きになれないな。でも残念だけど、ここにいる人たちはさくらちゃんのせいだって思っているみたい。そう、私たちこのままここにいていいのかな。どう思う、さくらちゃん。いいんじゃない、ここにいよう。うーん、他に行く場所もないし、ここにいよう。そうだね。あ、いいんだ。じゃあ、暗くなる前に火でも起こそうか。そうだね。さっき、この辺りにライターが落ちてたの。猪俣じゃない？ほら、あったよ。絶対猪俣だよ、それ。あなたたち、そのライターを返して。それは猪俣のものよ。じゃあ、戦利品としてもらってこい。大好きなアイドルの限定グッズらしくて、肌身離さず持っててよかったと自慢してたわ。脱落させた人のものを奪うなんて。あなた絶対に天罰が下るわよ。そうかな。脱落させたるなんてひどい、ひどすぎるよ。さくらちゃん、ここにはもういられないよ。出て行こうよ。しょうがねえな。そんなことどうでもいいの。とにかく早く二人っきりになりたいわ。今回のさくらちゃんは完全にサイコパスになってるな。まあ俺の選択のせいなんだけど。さくらちゃんなんか変だよ。ちょっと分かりづらかったけど、それってここから出ていこうっていうこと。そうだよ。そうね、私たちはいない方が良さそうね。いきなりシリアスになった。ここから出ていこうか。うん、そうだね。私もきっとその方がいいと思う。そうだね。そうと決まったら急がなきゃね。暗くなる前に今晩の寝床を探さないと。まだ続くね、森の奥地。
を抜けられるはずよ。まえちゃん、足は痛む？そうだよね、怪我してダメだった。なんとか大丈夫。ありがとう、さくらちゃん。いいってことよ。あ、スコールだ。何よこのスワイヤメ。もしかしてスコールってやつ？最初のとこに戻ってきたんじゃないこれ。いいね、この絵。さくらちゃん、寒いよ。裸で抱き合おうっていう選択肢あるかな。最初のとこですね。すっかり暗くなっちゃったわね、うん、そうだね。ここなら周りも見渡せて安全そうだわ。今晩はここで体を休めましょう。やっと寝だこが見つかったね。あら、いい、いいね。本当にとんでもない一日だったね。なんか楽しそうだよね。大会に向かうはずが。どうやって起こした？この無人島に漂着してこんなゲームに巻き込まれるなんて。ねえ、さくらちゃんはなんでワールドカップに出ようと思ったの？うん、暇だったのよ。他にやることがなくて暇だったからよ。大会に出場してパチンコ勝負をしていれば暇つぶしになるかなって思って。天才型。そうだったんだね。さくらちゃんって本当にパチンコ勝負が好きなんだね。今の会話でそう思う？パチンコ勝負の他にどんなことに興味あるの？あなたよっていう選択肢はあるね。あなたに興味があるわ。え？私に興味がある？ああ、私のことをからかってるんだね。さくらちゃんって面白い。ちょっとはぐらかしたね。ねえねえ、さくらちゃん、さくらちゃんって恋人はいるの？あなただよ。ええ、恋人は私の目の前にいるわ。目の前って、もしかして。そうだよ。そう、あなたのことよ。さくらちゃん、あんまり私のことからかわないで。おかしな気持ちになっちゃうよ。あら、おかしな気持ちになっちゃう？ねえ、さくらちゃん、私のこと本当はどう思ってるの？さっきから言ってんじゃん。あ、いやでもね、本当にゲームマスターの手先だと思ってるよ。ここでいきなり落とすか。ゲームマスターの手先だと思っているわ。ああ、そろそろ化けの皮を剥がしてやるわ。よくぞ見破ったな、ノトサクラ。やはり。さあ、お前を奈落の横に連れて行ってやる。奈落の横？奈落の横ってあんまり危険そうじゃないんですけど。ああ、ギリギリ危ないところだね。確かにそうだね。演劇ごっこ楽しかった。またしようね、さくらちゃん。そうだな、まゆ。たくさんお話できてよかった。ありがとう、さくらちゃん。やっぱ楽しそうだよね。あれ、こんな近くにいたっけ？近づいた？気のせいかな。ねえ、明日からどうしようか。他の人たちはどうしているんだろう。まあ今日は遅いから明日また考えよう。どう？足は痛む？そうだよ、治療したのかね。うん、ちょっとズキズキするけど、明日になればなんとか歩けるんじゃないかな。ああ、よかったよかった。じゃあ少しでも体を休めなきゃね。今日はもう横になろう。なんか大きい葉っぱを布団にしたりとかしないかね。はい、次回予告。怪我をしたうずきを連れたさくらの前に医者を名乗る参加者が現れる。さくらはうずきの手当てと引き換えにあまりに残酷な選択を突きつけられる。なんだろうね。果たして
さくらは過酷な状況をくぐり抜け、この島を脱出することができるのだろうか。今回長かったよね。次回パチプロ風雲録花第3章、孤島の引き裂かれた友情で確変確定。はい、確変確定ということで今日はここまでにしましょう。まあ、2章ちょっと長かったんで2つに分かれてると思います。まあ、3章、まあ、ちょっと頃合いを見て今度から切っていこうと思います。はい、ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。